しようかな。一番上にしようかな。日当たりのいい。そしたらここら辺で。よいしょ。どうも岡道です。めっちゃ犬鳴いてる。もう今日めちゃくちゃ天気良くて、多分15度ぐらいあるんじゃないかなと思うんですけども、この日向、今12時44分。千葉県の富津市にある花の里キャンプ場っていうところに来てます。もう昼越えちゃったんですけども、まだあんまり、何もやってないんですけど、まずは腹ごしらえでお弁当いただきます。行きがけにOKストアで買ったお弁当ですね。はい、かなり健康志向のお弁当かな。うん、美味しい。今時刻は3時だわ。時刻は3時、お昼終わって設営がなんとなく終わりました。はい、こんな感じですね。今回は、ネイチャーハイクのワンポールテントを持ってきました。これはですね、家族用に使おうと思ったんですけども、やっぱりこのタイプ家族用にはちょっと向いてないですね。そしてですね、今日は本当にあったかい。ちょっと異常事態ですね。2月の半ば、今日2月18日だっていうのにですね、ちょっと異常な状態です。で、今日いろいろ持ってきたんですけども、やっぱり忘れ物しましたね。なんか忘れてるんじゃないかっても必ず思うんですけども、LED ライト系をね、全部忘れました。LED ライトね、全部忘れちゃった。この、今日あるのはこのアルコールランタンと、あとはガソリンのワンマントルバーナー、ワンマントルのランタンですね。いや、参った。あとは撮影用に LED の、まあちょっと明るめのやつ持ってきたんですけども、それはもう明かりとしては使えないので、ランタンの光で今夜は過ごしたいと思います。いや、参った。まだちょっと途中なんですけども、もう一回一休みしたいので、中を見てください。さあ、なんかこんな感じですね。ね、もう一人のベッド入れたら、まあもうもう一人ぐらい行けるかもしれないですけども。でもまあ広々使えるっていう感じですね。で、今日はですね、まだ、夜を中で過ごすのか、外でやるのか、まだね、ちょっと決めあぐねてます。なんか、あったかそうで。で、しかも今日ね、ストーブも、石油ストーブ持ってきたんですけども、いらなさそうだなっていうね、予感がします。で、異常なのが、この温度見てください、温度。25.3 度。恐ろしい、異常事態宣言ですよ。冬キャンプに来たのに、情緒も減ったくれもないですよね。外は、アウトで 16.6 度。は、中はめっちゃ、まあ、多分日が落ちたら、ふわーっと寒くなるんでしょうけれども。でも、それにしてもね、ちょっと暖かすぎますね。はい。というわけで、今日はこんな感じで、ソロキャンプを楽しみたいと、思います。さあ、このようにできました。それでは、ちょっとサイト内を、歩き回ってみましょう。もう4時近いので、だいぶね、
日は傾いてきました。こうやって電源もね、はい、電源もねあります。ここが一番上の、まあ、ここが炊事場で、ここが炊事場で、ここがトイレになりますね。それで男子トイレがちょっと丸見えなんであれですけども、まあ、全体的にボロいっちゃボロいですけどそしてここが何だろう、これテラスみたいな、よくわかんないけど。で、2段上から見た感じだとこういう感じですね。ちょっと逆光で分かりづらいかもしれないですけども、段々畑みたいになってて、管理棟の方を見下ろす感じ、そういうような作りになってます。ということで帰ってまいりました。今日は私一人の感想でございます。このね、秘密兵器反射板、でかいやつ、これを買いました。これでね、今日は焚き火をしたいと思います。ストーブもね、実はインストールしました。まだ使ってないストーブ。3年ぐらい前に買ったんですけども、冬キャンプ行く行くって全然行ってなかったんです。やっとこれだと思ったら、27.8、28度近いですわ、この中ね。外が。外16度。15.6 度。みたいな感じですわ。異常気象ですわ。まあソロキャン使うにはちょっと広すぎる的なところもありますけども、今夜はこれでこんな感じで楽しみたいと思います。それでは。ああ一息ついた。いやもう車に乗ることはないと思うんで、やっと1本目っていうか、今日はね軽いお酒しか持ってこなかったです。昨日、おとといとずっと飲んでたんで、今日はもう一人で缶ソロで酔っ払うのもなんなんで、軽いお酒で。じゃあいただきます。ああ、美味しい。虫が飛んでる。2月なのに暖かい。今日が陰ってやっとちょっとこう肌寒い感じにはなったけども、肌寒いっていうかこれでも全然暖かい感じですね。いや冬の風情ゼロだな。ストーブつけるかな今日。ストーブつけなさそう。